おはようございます。外名水族館のしゅんです。こちらは我が家で飼育しているグリーンアロワナ、アジアアロワナのグリーンですね。鱗がめちゃくちゃ美しいですね。アジアアロワナの中で一番安価な品種と言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、インドネシア、カンボジア、タイとかに生息しているアロワナで、まあ、この仲間にはね、ノーザンバラムンディっていうね、オステオグロスクレロパジス属かっていうね、属に分類されるアロワナは、このアジアとノーザンバラムンディが代表的だと思うんですけども、まあ、その見た目の区別に関してはですね、まあ、発色がもともと違うとかもあるんですけども、まあ、体の作り上でいうと側線状の鱗の数が違ったりとか、ノーザンの方が多いですね、確かね。まあ、そんな違いがあります。めちゃくちゃこのメタリックブルーみたいな発色もあるんですよね。なかなかね、インターネットとか写真とかで見ただけではなかなか感じられないんじゃないでしょうか。この動画では伝わってるといいな。この青みとか伝わってますかね。かなり美しいアロワナなので、ぜひおすすめでございますね。まあ、本当は化石とか交流とかも買いたいんですけど、ね、高くてちょっと手が出せないですね。今回はね、うわ、すごいな、もう腹ペコですね。今回は餌やりなんですけど、日常ですね。でいつも我が家ではですね、メインは人工飼料を与えてたりとか、エビとか、魚とかなんですけど、今日は久しぶりにリュビアを与えます。リュビアはね、あんまりうちに今数がいないので、そんな頻繁に餌として使ってないんですよね。2匹だけね、リュビアを与えていこうかなと思います。まあ、メインで与えてる餌はこの乙姫だったり、カメプロスだったりとか、このキャットとか。余談ですけどもね、ゴキブリ、このデュビアってもう空気満々ですね、こいつね。デュビアね、動きが遅いとか言われてますけど、結構早いですよ。いわゆる黒ゴキブリとか、在来種の日本のゴキブリ、他のゴキブリを知ってる人からすると、まあ、動きが遅くて扱いやすいと。まあ、壁登らない点に関してはデュビアめちゃくちゃ扱いやすいんですけど、スピードに関してはね、こんな感じです。まあまあ早いでしょ。まあ、めちゃくちゃ早くはないけど。では投入します。食いましたね。食いましたね。いいね、いいね。おお、食いましたね。いい食欲ですね。本当に何でも食べますね。人工飼料も食べてくれるし。今映ってるアロワナからしたら、右側の目はね、若干目だれしてるの分かりますかね。こっち側ですね。で、一気にね、早く大きくして1008に入れたいと思って、一時期ジャイミルをめちゃくちゃ与えてた時があります。それでね、少し目だれが始まって、そこからジャイミルを止めていて、餌は人工飼料に、ヘルシーな感じというか、ヘルシーかどうかわかんないけど、メダレの要因はいろいろありますけどもね、下に注意が向くとか、なんかいろいろありますけども、個人的に我が家で飼ってきた経験の中では、昆虫を与えすぎると、頻繁に与えているとメダレしてきます。まあ、要は脂肪なので、これね。ちなみにこの水槽はちょっとね、苔がね、ところどころついて汚いんですけども、水替え自体は、2日に1回、最近は半分ぐらいの水一気にバーって替えて、水替え水質維持してますね。水は結構ね、仕上がってるんですよね。苔掃除がどうしてもサボっちゃうんですよね。わかりますかね、アクアリストの方。豆の方はめちゃくちゃ綺麗に落とすのかもしれないけどね。1008の水槽とかもね、ほぼ毎日水かいてるんですけど、苔掃除は毎日してないんですよ。ついついサボっちゃう。こういうとことかね、こういうとこ水かいをしてるから水は綺麗なんだけど、苔がね、こういうところがね、どうしてもね、おろそかになっちゃう。そういう感じでディビアが待ってますね。ディビアの肉片が水中に待っておりますけども、我が家のアジアアロワナでした。最近ね、この子、わざわざ動画にすることはあんまりなかったんですけども、結構成長してきましたよ。俺の手のひら25センチなんで、比べるとどうだろうな、30センチいったかな。30センチって25センチオーバー、28センチ、30センチ近くあるんじゃないかと思いますね。もう一回り大きくなったら1008に投入できるかなという感じでございます。そんな感じで我が家のアジアアロワナ、グリーンアロワナの成長記録の餌やり動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。